ははい山口さんこんばんこばの藤井です、えー、今日までですね、u s p 構築合宿大変お疲れ様でしたあ。山口さんはですね、非常にこう、やっぱり優秀だなと思いますよね。あの言ったことをこうきちんと、ねえー、思考を立ててやっているっていうのはね、非常に堅実だなと思います、えー。いい感じでね、u s p ができてきたんじゃないかなと思います。うん、と今回思ったのは やっぱりその山口さん OL の女性なのでその山口さんが劣等感を感じてたっていう言葉は非常に僕は印象的であのやっぱ資格に何か頼りたいとか,うんなんか特技が何もないとかっていうのってやっぱりみんな思ってることだと思うんですよ。でそんな私でもっていうポジションが今日できたのでえ資格がなくてもとかねうんそういう発信をしていくと こう共感ししててもらえる女性って多いいのかなと思いましたぜひヒーロージャーニーもねヒーロージャーニーストーリーも今回のポジションで使えるかどうかはちょっと分かんないんですけど今からこうね、まあ、上がったり上がったり下がったりがあると思うんであの考え方っていうのをぜひ忘れないようにしていただきたいなと思います30日のねブログ、えー、頑張っていきましょうじゃあお疲れ様でした